官邸前にお集まりの皆さん、誠にご苦労様でございます。ご紹介をいただきました、日本共産党衆議院議員の宮本武史です。ご一緒に集団的自衛権行使容認の閣議決定など断じて許さないという決意を皆さんに申し上げたいと思います。先ほどのご挨拶にもありましたように、私たちの戦い日増しに広がりつつあります。密室協議で憲法を壊すことを断じて許さず、クーデターのようなやり方で憲法を亡き者にしようとする企み、断じて許さずという声がいよいよこの国会の最終盤、国会会期中の閣議決定というこの企みは、ひとまずくじくところまで追い詰めてまいりました。しかし皆さん、やってはならないことは、会期中でも会期が終わっても7月上旬でも絶対やってはならないのではないでしょうか。直ちに密室協議をやめよう、憲法破壊のクーデターをやめよう、その声を官邸に届け、日本列島に広げようではありませんか。伝えられるところによりますと、昨日から自民党ではなんと集団的自衛権の行使容認にとどまらず、集団安全保障に参加して武力行使をする企みまで検討を始めると伝えられております。何が憲兵容認か、まさに無限定に拡大しようとする企み、明らかではないでしょうか。私たちは憲法9条を守れ、その声をわんと広げて、何としても憲法9条の平和の原則を守り抜こうではありませんか。私は国会で教育を担当しております。本日大学から教授会の父まで奪い取る学校教育法改悪案、国立大学法人法改悪案が、これまた参議院の委員会、文教委員会で可決をされるということがありました。この間、第2次安倍内閣は教育委員会制度を壊す、大学の教授会まで無力化する、こういった企みを強めております。憲法を壊して海外で戦争する国を作ろう、この企みは法律を作るだけにとどまりません。海外で戦争する人を作らせようとしております。皆さん、私たちの子供や孫たちを断じて海外で戦争させるような、そんな企みを許してはならないのではないでしょうか。戦争する国づくり断じて反対、海外で戦争する、そんな企みに私たちの子供や孫たちを送らない、その決意を持って皆さんと共に最後まで戦い抜いてまいります。どうぞ最後の最後まで声を広げていただいて、こういう企みをくじくところまでご一緒に頑張ろうではありませんか。そのことを申し上げて連帯のご挨拶とさせていただきます。共に頑張りましょう。ありがとうございました。